渦潮列車。渦潮は、四国旅客鉄道、JR 四国及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、岡山駅、高松駅、徳島駅間を、宇野線、本守備山線、予讃線、瀬戸大橋線、高徳線経由で運行する、特急列車である。高徳線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。基本的に、 高松市と徳島市の輸送を担う列車で、1988年4月10日に、本市備山線、瀬戸大橋線の開通に伴い、それまで、高松駅徳島駅間で運転していた急行、阿波をすべて特急に格上げする形で点を開始した。1990年11月には、本市備山線の開通時に、室戸から解消された阿波も、渦潮に吸収されている。 列車名は、徳島県鳴門市と兵庫県南淡路市、淡路島の間にある、鳴門海峡で発生する渦潮をひらがな表記した、ものである。なお、渦潮の名称は1961年から1972年まで、大阪駅、1964年以降は、新大阪駅宇野駅間を運行する特急の名称として使用されていた。この列車の遠隔については、 マリンライナー四国連絡列車遠隔を参照のこと。2018年3月17日現在、高松駅徳島駅間に14.5往復、下り15本上り14本、岡山駅徳島駅間に2往復の、計16.5往復、下り17本上り16本が運転されている。これは、機動車特急の運行本数としては同じく JR、四国が運行する。 上階と共に、日本最多である。なお、岡山駅発着の2往復、下り13.29号、上り6.22号は、2001年3月3日からは、宇多津駅岡山駅間で、南風と並結して運転されているが、こちらは同年以降の日本で定期運行を行う特急列車としては、唯一、2回方向転換する列車である。 2018年3月17日現在、高松駅徳島駅間で上下全列車が停車するのは栗林、市戸、三本松、板野の4駅のみで、それ以外の7駅の停車パターンに規則性がない運行本数16.5往復に対して停車パターンが16通り存在することから多くの特急停車駅に掲出される時刻表では、 特急の時刻とともに、その先の停車駅が頭文字で表記されている。基本的には、高松運転所に所属する車両が使用される。使用車両によって、ヘッドマークの色は異なる。1列車あたりの車両数は、朝ラッシュ時の通勤、通学列車として、利用の多い、渦潮4号、高松駅徳島駅間、5両編成を除き、2両、 または3両編成で運転されている。ただし、阿波踊り期間中は5両編成に増結される列車も、ある。全列車が、普通車のみで、クリーン車が連結されることはなく、指定席は常に1、3両から1両の設定で、自由席よりも多くなる列車はない。これは、高松駅徳島駅間の運行距離が 100km 未満であり、短距離利用の乗客が多く、 頻繁に乗り降りがあるため自由席でも簡単に座れることなどの理由による。同じ車両で指定席と自由席に分かれる場合、南風などと同じく指定席部分には青色の座席カバーが装着される。なお、高松駅、栗林駅、徳島駅以外の停車駅はホームの有効長が4両分しかないため5両編成以上で運転される場合はドアカットを行う。 2010年3月13日現在、日本の機動車特急で一番本数が多いとはいえ、列車1本あたりの利用者数は少ない。1日の平均利用者数は約3500人で四国内を走り、新幹線の理解駅を要する岡山市と愛媛県と高知県の県庁所在地を結ぶ潮風や南風に比べると少ない。 高徳線の高速化工事を施行して1988年に登場してから10年ほどは増発や割引乗車券類の発売、スピードアップ、急行の廃止を実施した関係もあり、高徳線内の駅へのこまめな停車などで利便性高め、利用者はわずかながら増加傾向にあった。当時、高松市と徳島市を結ぶ幹線道路は国道11号しかなく、しかも群礼町。 当時から、鳴門市にかけては、前線片側一車線であり、高松、徳島漁師の市街地流入部、特に、徳島市街に入る吉野川大橋での渋滞が、頻発していたために2時間程度を要し、同区間を1時間15分ほどで結ぶ、渦潮は、所要時間で、大きな優位性を持ってた。岡山駅発着列車は、高松駅での乗り換えが不要で、指定席は満席になる日も多く、 常時4両編成で運転されていた。高速道路に対抗するため、赤市海峡大橋開通前の1995年度から高徳線のさらなる高速加工時に着手し、1998年からは最高速度時速 110km のキュハ185、系に代わって最高速度時速 130km の 振り越し機動道 N2000 系を投入するなどスピードアップを図り、高松駅徳島駅間の最速所要時間は55分となった。しかし、同年に明石海峡大橋が開通すると、徳島から京阪神への高速バスが設定されたことで、岡山を経由して大回りとなる鉄道を利用した徳島市、京阪神地区の利用客は減少した。さらに、 2001年に高松自動車道板下の IC、高松中央 IC 間が開通すると、高松市徳島市間は自動車で1時間半ほどの所要時間となったほか、同区間の運賃を渦潮利用時の半額とした高速バス、高徳エクスプレスも運行を開始し、自動車に対する優位性は失われ始めた。その後、本列車の利用客は年々減少の意図をたどっており、 JR 四国も対策を打ち出してはいるものの、高速道路網の急速な整備の中で、利用客数の減少を覚うことはできなかった。このような状況の中、JR 四国は様々な巻き返しを図っている。徳島から距離の面で、京阪神方面は高速バスが圧倒的に優位であることから、中国、九州方面への利用者像を狙って、広島のぞみ往復切符。 博多のぞみ往復切符、岡山、倉敷フリー切符などの割引乗車券を発売している。また、徳島駅を5時台に発車する列車と高松駅を23時台に発車する列車を発し、福岡、広島での滞在時間の拡大を図った。しかし、徳島県東部は四国多県や中国、九州地方とのつながりが希薄である。この点は、 徳島県の項目を参照のことこともあり、後に高松駅23時に発車の列車は廃止、大幅な利用増にはつながっていない。また、これまでも S キップと称する往復割引乗車券を発売するなどしてきたが、2005年7月には徳島高松間にも新たな割引乗車券、週末自由席総督キップを発売した。 この切符は前日までに購入すれば同区間を往復2680円と通常運賃料金のおよそ半額で利用でき高速バスの往復運賃とほぼ同額で片道あたりに換算すると普通運賃よりも安い週末のみの利用で有効期限が2日とはいえ今までにない大幅な割引で対抗しているが一方の高速バス側も週末限定で運賃の 上限5100円、平日は上限1650円に値下げして汚染している。高徳エクスプレスは高松、徳島とも最終便が19時台と早いという弱点を抱えていることから遅い時間帯の列車を充実させている。また一部の列車に悠々アンパンマンカーを連結し子供連れの家族の利用促進を図っている。通勤。 通学での特急利用の促進にも力を入れている。特急利用の定期券、心予定期は着実に利用者を増やしており、通勤、通学時間帯を走る、渦潮4号は5両編成で運転されるほか、渦潮27号は、岡山駅始発に加えて、夕方のラッシュ時に重なることから、高松駅発車時点で立ち客が出るほどである。また、JR 四国は、 発足当初から通常の定期券利用者も自由席特急券を購入すれば特急列車自由席に乗車できるようにしていたがさらに定期券併用用の特急回数券心予定期回数券を発売することで増収に努めている JR 四国では自由席特急料金も 25km まで310円 50km まで510円と短距離では 電化に設定されており、高松駅・四戸駅間間などタンク間での特急利用も多い。徳島市で阿波踊りが開催される期間中は定期渦潮の最終列車の後に徳島駅高松駅間で臨時特急列車として阿波踊り号を運転している予算線の最終特急ミッドナイト EXP 高松運転開始後は同列車を徳島駅始発として 阿波踊り号の列車名で運転し、高松駅伊勢は時刻が繰り下げとなっていた。2016年以降は高松までの運転になり、高松でミッドナイト EXP 高松に乗り換えとなった。過去には団体輸送のため松山まで延長されたことがあり、その際松山駅到着は2時を過ぎていた。2017年は従来の上り1本に加えて、 新たに一往復が同年に登場した2600系機動車で運転された。送り込みのため、初めて下り列車、阿波踊り1号が設定され、この列車が一般客が乗車できる、初の2600系の運用となった。上りは新たに新設された列車が2号、従来からのものが4号となった。なお、この追加された一往復はこの年限りとなった。 阿波踊り1.2号は、太地の駅のみ停車。なお、2015年以前の高松駅以の停車駅は、次の通り、四国88カ所の23番札所役王子、最寄り駅は、日和佐駅への初詣で参拝客のために、高松駅日和佐駅間を、高徳線、麦線経由で、正月三が日,日に運行する、臨時特急列車として、役王寺号が運される。以前は、 臨時急行、薬師号として運転され、室と阿波と並結していた。阿波の廃止後は特急、薬師号や、初詣で薬師号、薬王寺号などとして運転され、渦潮と並結したり単独で運転したりしていた。2003年以降は、薬王寺号になっている。一往復が運転されるが、2014年までは、下りは高松駅徳島駅間で、 うずしお7号と並結運転し、上りは、指導駅で、うずしお20号を対比するダイヤを組んでいた。2015年以降は、上りが、徳島駅までの運転になっている。キハ185系機動車を使用し、普通車のみ二両編成で、全車自由席である。薬師号、初詣で薬師号時代は、全車指定席で運転される場合あった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。